こんばんは、佐藤優吾です。今から初のアテレコをします。徳良葵のね、兄徳良望って言うんですけど、このイケメンをね、演じたいと思います。もう初なんでめっちゃ緊張してますが頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、撮ってもいける？頑張ります。これ15背な、15背中、16も背中、はい、で、振り向く葵のところでお前は小学生、あんまり気にしなくていい、続けていい。で、兄の割烹着の後ろもクラスのこと、些細なことで喧嘩したことあったら、これゆっくりでいいから、はい、で、味見のところってのちょっと入れといて、アドリブ、うん、はい、で、あとブレス指揮しなくていい。でも母さんには言えずに、今と同じ顔で落ち込んでた。はい、お願いします。プライドがないって言われて怒ってんのか。じゃあお前はプライドだけ高いなって言われるのとどっちがいい？それはどっちだ。プライドだけ高くて中身がないやつよりも、たとえプライドがないように見えても自分に嘘をつかないやつの方が信用できる。と、その子は言いたかったんじゃないかな。そうなのかな。仮病もいい加減にして明日はバイト行ったらどうよ。それともうすぐできるから箸出して。うん、分かった。はい。たった今、本当にたった今、初アテレコが終わりました。いやー、もうすんごい緊張しちゃったんですけど、堀川亮さんがすごいアドバイスをくださり、すごいアドバイス、ん？アドバイスをくださり、無事収録が終えました。楽しみにしていてください、アメイロココア。ありがとうございました。って言われて怒ってんのか。まあ。じゃあ、お前はプライドだけ高いなって言われるのとどっちがいい？それはどっちだろう。プライドだけ高くて中身がないやつよりも、たとえプライドがないように見えても自分に嘘をつかないやつの方が信用できる。と、その子は言いたかったんじゃないかな。そうなのかな。仮病もいい加減にして明日はバイト行ったらどうよ。それともうすぐできるから箸出して。うん、わかった。